始まりました、はい、始まりました。ここ坂田です。これは日々の気になったものを脱談していくラジオです。ポッドキャストでも配信しております。もう年のせい、あ、ちょっと待って、え、あ、音ね、このいかに何あの用意決めて準備整えて撮り始めてるじゃないことがバレるわ。まあまあまあ、まあ、初めてから気づくっていう。ショーマストゴーオンでね、言ったらあかんよそれ。スマイルアップの悪魔、スマイルアップの悪魔が言ってた言葉やろ。そうか、憧れてるんだよ。いや、よくないね、よくないぜ。何やったっけ、あ、何やったっけじゃない、まだ今回のテーマ、ね、何やる、やってみたいこと。ほう、漠然としてますけれども、やってみたいこと、その何、最近ってこと、最近、あ、最近っていうか、このここ短いスパンでやってみたいっていうこと。あ、もう全部含めて、将来的にでもとかも全部やりたいことがちょっとありすぎて、あら、エネルギッシュ、やりたいことならいっぱいっつってね。知らん、ちぃまる子ちゃんの曲そんなんあったっけ、今すぐ行こうよみたいな曲なかったっけ。え、全然。そういえばちょっとそれで思い出したけど、はい、てか知ってるかもしれんけど、あの M1 終わったじゃない。終わりましたね、2023年、はい、で令和ロマン優勝してさ、なんか令和ロマンのネタでさ、ちぃまる子ちゃんでさ、とほほ、私は ADHD だよって知ってる。言うたらあかんってやつあれめっちゃおもろくてなんかあのすげえ前に見てなんか記憶があって、今ちぃまる子ちゃんで思い出したね。あの藤木くんになんか芯食いすぎること言うやつそうそう、前半が終わるまあいいや、なんで、なんで、あ、やりたいこと、やりたいことね、最近なんかあります。まあ、まず、まあ、小さいとこで言うとギター。小さ小さい、 いや、ベースやってるし。そうなんです、僕ベースやってるしギター持ってるやん。そうなんですよ、あの、あんま言ってなかったんですけど、うん、僕ちょっと大学の時にベースやってて、はい、で言いたくなかったんですけど、絶対今言ってなかったんですけど、もう今記憶がメダカぐらいになっちゃうベースやってて、うん、でギターも別に弾けるっていうレベルじゃないんですけど、まあ、たまに触ってて、まあ、ベースやってたから多少全くやってない人よりかは、まあ、はい、心得がちょっとだけあるみたいな。でも全然弾けるの本当に8ぐらいなんですけど香水のってぐらい、香水だけ、唯一香水だけ出してる人、はい、香水だけ弾ける、まあ、まあだけでいいやろ。でそのギターを先輩から買ったんですよね、僕、うん、いいギターを、うん、いいギターよね、いいギターだってこれ何十万とかのレベルのやつでしょ、はい、多分。そうなんですよ、ちゃんとした人が使うギター、うん、これいくら買ったの、もらった、7万です。いいな、本当に良くないですか、本当に。これ7万だったら小川さんちょっと欲しくないですか。いや全然欲しい、8だったかな、7、まあでも10切るぐらいでございます。いや素晴らしい、8出したら1万メンテに使ってって言ってました。あ、返してくれます。で全然弾いてないんでいや、かっこいいしな、ほんで。そうなんですよ、レゲエマスターっていう、うん、ちょっと渋い緑の感じかな、はい、緑っぽい、紺っぽいというか、うん、ね、ちょっと弾きたいんですよね、スイッチしたいなって。ギターやりたい、ギターやりたいんや。ギターでやっぱこんないいギターあるんでね、まあ、せっかくな、はい、持ってるやったら、やっぱあれこれでさ、やったっけ、この OK ラジオのさ、あ、そうです、俺が弾いたよな、多分。そうですねそうやんなこれ、いや、わ、こっちだったかな、もうこれでしたっけ、テレキャスもあった気が、いや、どっちだっけ、いや、レゲナスでしたっけ、ちょっと忘れた、まあいいや。でやっぱこれでスキャンダルやりたいなと思って。いや、やらんでやろ、スキャンダルやりたい、全然やりたくないって、少女 S みたいなやつ、少女 S やりたくない、いや、やりたないな、やりたくないか、全然。じゃあどうぞやるな、じゃあどうぞですそう、いや、スキャンダルはやらんやろ。チャットモンチーはそれやるやろ。やるんですか、チャットモンチーはやるよ、チャットモンチーはいい、うん、でもスキャンダルはダメ、スキャンダルやらんな、スキャンダルはダメか、うん、全般と思わないやろあれだったら。サイレントサイレンはやらんやろやらんな、サイレントサイレンはやらんわ、ダメか。いや、なんでセンス、変なセンス、やりたいなと思ってて、あと他にやりたいこといっぱいあるんですけど、うん、まあ、映画も撮りたいっすよねえ、見たいじゃなくて撮る方、映画、そう、最近カメラマンってこと、いや、もう、あの、全部
映画作りたい、総合プロデューサーみたいな、映画作りたい、はい、そうです、そうです。こういう映画、そう、この前映画見に行ってて、予告流れるじゃないですか、おうおう、でおもろそうやんな、予告、予告見るとで、やってた映画、うん、めっちゃ惜しかって、その惜しい、そのあ、おもろそうって思ったんですよ、うんうん、でも、あ、ちょっと違うなって思って、そう、だったらもう俺が作らせてよ、いやいや、作らせてよって作りたいよじゃなくて、はい、作らせてよって誰に言うてねえんだ、作らせてよと思って、うん、でやってた映画が、あの主演じゃないな、いろんなキャスト、キャストとかが、うん、まあ、脚本とか監督とかあるよね、脚本が、うん、あの誰だったかな、坂本雄二、え、で、あの花束とか、花束、カルテットとかの、カルテットとかの坂本雄二で、うん、で、演出じゃない、カメラマンが、うん、カメラマン、カメラマンが、あの、うん、篠宮なんとかさんみたいな、え、何やってる人、最近だとドライブマイカーとか、ちょっと前だとあの佐々木マイマインとか、あと呪怨ネットフリックス版とか、すごいね、で、で、あのキャストは、キャスト誰が出てんの、キャストが、誰だったっけ、松たか子、おお、めっちゃおもろそう、松たか子、あの坂井雅人が、まあ、ご両親みたいな、主役のご両親みたいなんで、で両親若っで、なんか割とまだあの、そんななんか小さめっていうか、うん、ティーンエイジャー成り立てぐらいの子のその機微みたいな、心の機微、うん、そんな映画あんので、ティーンエイジャーでもないな、ちょっとミドルすぎるかも、まあでもその、かなんか女の子、うん、でそれは見たことない俳優さんで、うん、が、あの学校の先生に恋をするっていう話で、いやおもろくなさそうやなで、あのめっちゃおもろくなさそうやな、恋される側の方が、うん、あのの同僚の先生、高校の先生が赤楚衛二で、うんうん、赤楚衛二で、今をときめく赤楚衛二で、赤楚衛二に恋しないんです、赤楚衛二に恋する、恋するなら赤楚衛二やろ、あのケンティでした、嫌やな、最悪や、ケンティ最悪やな、せっかくマスターが子とか出たのに、はい、せっかく赤楚衛二出たのに、ケンティ台無しやんけ、で、あの最悪やで、なんか違うなと思って、違うな、あ、じゃあ俺に撮らしてよと思って、撮らしてよって言われたら、じゃ俺にやらしてよ、そ、誰に言ってんだよそれ、俺は東方にあ、東方に言って、じゃあやらしてよって、うん、で、やっぱ撮りたい話としては、うん、どなんかいろいろあるやん、そのサスペンスとかさ、はいはい、恋愛とか、まあヒューマンドラマとか、まあいろいろあるけど、あ、やっぱりあの最近、うん、まあ、なんだかんだ仕事をしてる時間長いじゃないですか、うん、やっぱ社会人かっこいいね、あの仕事みたいな話、ほう、若干そのやはり日曜劇場的な、はいはいはい、雰囲気、ちょっと苦労しながら下から這い上がっていく系の、はい、汗水垂らしてみたいな、うん、何々作るぞみたいなんで、うん、で、あの的な話をしたい、をしたい、おうおう、で、あ、何作ったらいいかなっていうのが、やっぱこれなんじゃないかっていうのがあって、うん、あのレコードプレイヤー、レコードプレイヤー、あの昔のレコードを、昔のレコードを、あの改めて今作るぞみたいな、ほう、流行ってるし、うん、レコードブーム来てるし、そうなんか、うん、つって、主人公が、うん、いやレコードブーム来てるっしょ、うん、つって、レコード作るっしょ、つって、こういうかっこいいレコードプレイヤーで、Bluetooth とかもできて、うん、ってやつ作りますっていうのを、あのキャンプファイヤーでクラウドファンディング、いややな、嫌な日曜劇場やで、あのその資金クラウドファンディングで失敗するんですよね一回、うん、で、あ、やクラファンとかすんなよ、こういうんじゃダメだっつって、日曜劇場でこういうんじゃダメだ、ちゃんと俺が行って、うん、そうお金集めないと、うん、とかつって、あの次回営業せな、次回営業せなっつって、あの日曜劇場は令和の虎対話ファンディングに、いや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 っていやいやけどめちゃめちゃおもろそう、対話ファンディングしに行くっつって、めちゃくちゃおもろそうやわ、いやいやけどな、いやちゃうやって、
もっとそので火つけられてね、あの東大理さん以外は貸すっつって炎上していや、なんか嫌な日常劇場やなっていう感じの、やっぱちょっと今っぽい日常劇場。いやちょっとどうやろそれ。なんかあと他になんかやり、まあ映画はまあそんな感じの映画撮りたいなと思ってて、うん、であとやっぱ何やりたかったっけな、料理屋さん、あーやりたかったっすね。料理、嘘つけ一番やりたくて俺が言うたぞ今、一番料理作りたくて、うん、まああの僕基本外食多いんで、うん、まあ、一人でよく食べるからね、一人暮らしなんで。何料理を、やっぱその男一人ってなると、うん、まあ、入りやすい店入りにくい店あるあるある、そうね。でやっぱラーメン屋とかちょっと怖くて入れなくて、うん、でマックとかもやっぱこうすごいファミリーとか多いし、うん、サイズとかもね、やっぱ結局一番落ち着くのはタイ料理屋で。いやお前ペラペラ女かお前はペラ女かタイ料理屋を作りたいんですよ、ね、なんでやねん。いや、いかんやろ男一人暮らしは。タイ料理行かないですか。マックとラーメン屋は行ってタイ料理屋行かんのよ。でラーメン屋行かずにタイ料理屋行くのはペラペラ女やって。ペラペラ女ってなんですかごめん、ペラペラ女っていやいや、普通のちゃんとしてる女の人はいろんなご飯屋さん一人入れるよ、はい、ちゃんとしてるから。けどペラペラ女はもうタイ料理屋しか入れへんからと思ってるから。マジか。あれなんなんやろな、ほんまに。たまにおるけどタイ料理、いやたまにとかみんな好きじゃん。なんか女の子であれ好きって言わんとなんか人権剥奪されるのあれあれ好きでしょみんな。なんか全員言うよね、全員言うし、俺不思議なんがあのタイ料理や、タイ料理好きな人をあんま周りにいないって言うんやけど、なんなんあれ言わないでしょ。いや言うよ、友達がいないだけでしょ。いやなんかなんであんな言うの。タイ料理全員好きですよ。いや全員好きやん。僕タイ料理好きじゃない人会ったことない。会ったことないよね。タイ料理と餃子、餃子も餃子も餃子餃子も酒田調べですけど、タイ料理と餃子好きじゃないやつ会ったことないです。 あと何だっけ、そのまあ餃子の俺食べ方とかどうでもいいんやけど、うん、あどうでもいいっていうのは好きにしたら酢醤油、あそうそうそう、あいいね。あ俺酢醤油じゃなくて普通にしちゃうけど。普通にってなんですか。あだから餃子のタレがあれば餃子のタレ使うし、はい、なければお酢と醤油とか、はい、ラー油とか入れて、はい、し で別に、酢醤油、あ酢胡椒とかも、はいはい、もう今となっては別に、はい、まあまあ普通にやってる人、はい、なんか俺その気になってるのが酢胡椒で食べる人がなんか、はい、俺ちょっと酢胡椒でみたいな、いやいやいや分かってますみたいな、普通やって別にみたいな、それなんか全然肉塩で食うみたいなことですか。お前のお楽しみみたいな。いや別にその何も思わんし俺それ言われてるけど、その全然変じゃないしマイノリティでもないしなんか全然普通やけど、なんかちょっと一個かましますみたいな、そうです、ね、宣言してくるのあれなんなんあれ。あーでも僕昨日ちょっと気にしすぎかもしれないけど、そもそもなんですけど、うん、酢醤油の時点で、あみんななんか餃子にこだわりあるんやと思って。えでも醤油で食う ないと思うんですけど、うん、僕地元が西日本だったから、うん、ポン酢だったんですよね。あーえそれがデフォ、デフォポン酢で、まあ、ラー油でもポン酢だ、いやポン酢で食ってたわ。ポン酢で食ってませんでした。ポン酢で食ってたわ。こっち来てポン酢置いてねえじゃんと思って、ポン酢置いてないわ。でいやポン酢で食ってたわそんな驚くような、いやなんか俺忘れてた、なんか酢醤油って文化が、いやなんかごめん全然、はい、ちょっと話しちゃう。どうぞ。いやなんか俺そのなんか多いなって思ってた、あの要は酢醤油で食う時、はい、でお酢醤油ラー油を入れますと、はいはい、そうですね。でも俺でラー油入れてたんやけど、実家で俺その2しか行ってなかったけど、その2瓶を混ぜてしかいなかった、はいはいはい、なんか東京来てから瓶多いなと思ってて、はい、いやそうポン酢で食ってたわ。ポン酢で食ってますよね。ポン酢で食ってる。東京来てからなんですよね、酢醤油が当たり前みたいな文化。まあ酢醤油の人もおったかもしれんけど、あ
多分いたとは思うんですけど、多数派はポン酢かもですよね。ポン酢なんやーとじゃないんやって結構思って、確かに衝撃だったんですよ割と。そんな中で今となってはもう酢胡椒ですよ。酢胡椒は別にええって本でどっちでもって。酢胡椒結構かましてる気するけどな。ええが、ああ餃子にこだわりあるんやみたいな。いやなんかちょっと前までならそれでよかったと思うんやけど、もうその増えすぎてる気がしてて、酢胡椒率とか、そうし、そのいや、そうまそうじゃないなみたいな。そうですね、あんまあんまピンときてないです、ね、好きにしたらええやんけっていう。あのあ餃子屋さん、あタイ料理の話、タイ料理屋さん開いて、あと何やりたいかな、あと、まあ、カフェもやりたいっすよね。カフェやりたくないっすか。カフェ別にいらんかな。カフェ、カフェ、え、あのレンジ、レンチンできる、レンチンのパスタ出して1600円取る、シャトレーゼのスイーツ出して、違う、ちゃんとしたカフェですよ。ああそうだ、もうちょっと、もうちょっとちゃんとしてて、あの、ね、ゆで卵とかつけてモーニングに。あ朝もいけるやつ、朝ごはんとか、朝ごはんもいけますよ、夜ごはんもね。カフェ別にまあまあまあ、まあ、でもタイ料理よりかはマシかも。タイ料理はあんま意味わからんから。カフェ、パンケーキ出したいな。いやいらんやろ、男でパンピパンケーキ好きなやつおらんやろ。あマジっすか、うん、え、じゃあホットケーキならいいってこと。いやいやいや、やっぱそのメープル系好きなの意味わからんから。えー、メープル好きだけどな。あと何しよう、バー、うわバーですか。バーやりたいな。酒そんな好き、そんな酒好きやったっけ。いや酒は嫌いなんですけど、嫌いっていうか普通なんですけど、うん、なんかバーってちょっとおしゃれじゃないですか。まあまあ、あのね、ほんでカッ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 ってあの氷切ってあるけど、回しながら、回しながら氷切って、角切って、角切ってそんな切るってぐらい角切ってもともとの3分の1ぐらいの体積になるまで削って、それをグーンって回してであの回すね、銀の棒でね、銀の棒で回して、あのすごい勢いで瓶を目の前に持ってきてシャンって言うと、うん、山崎16年ですとか言ってやってるな。やりたいな。いやいややろ。あと、あと何やりたいかな。あとやりたいのは美容室。もう 3B やん、バンドマンもうやってるとして、バーやって、バーやって、美容室、美容師、 3B やらせてもらっていいですか。 3B って合ってたっけ、そういう言い方の時。バンドマン、バーテンダー、美容師、合ってんじゃないですか。なんかでも死語やんな、なんかそれをさ、俺テレビとかで言うからさ、なんか俺ら知ってるけどさ、はい、その野良で言ってるやつおらんくらい。確かにマジで言ってるやつ。 3K とか、 3K とかだぞあんま最近聞かない気がする。美容室やりて、ホットペッパービューティーに乗せて、誰誰風みたいな、誰誰風、菅田将暉風、2023ショートみたいな、2023年でモテる、モテるマッシュウルフみたいな。あーいいっすね、もうええて、もうええて、何回言うねんそれみたいな。やりてえな、あの、ま、前髪カットだけ500円でやりてえな。なんかあの、ね、バングって前髪のこと？ああ、M 字バングとか、ね、あったよね。M 字バングえぐいよな。ありましたね。え、あれバングが前髪合ってるの？イコール前髪？まあ、前髪をどういう風にスカスカにするから。え、スカスカかと、だから重めバングもあるってこと？あるんじゃないですか。あ、じゃあ別にスカスカかどうか関係ないってことか。前髪ということを言い換えてるのか。なんか最でもどうなんですかね。もう終わったんですかね。あのスカスカみたいな細い線がいっぱいあるやつみたいなのがちょここ 2,3 年流行ってたじゃないですか。女の子。はい。うん。
っと韓国っぽい感じ。シースルーですか。あ、そう、シースルーバングだ。シースルーバングって、シースルーバングや。シースルーバングっていうの。次何来るんだろうな。何バング。何バングかな。セブンスリーバングとか来るの。どういうこと、七三のこと。七三。七三でもノーバングか。え、でもあるん、いや前髪って言いますかね、あれ。なんかあるパターンもあるやん。七三でも、うん、本当に分け目がこう分けられてるだけで前髪が存在するパターンもあるし、あ、確かに。ただ分け目が7、3になってる。あ、そう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 、だけもあるけど、そこでこう上げてたらピシッていくのか。そうね、七曲がりっぽい感じかどうか、ね、初瀬さんみたいかどうか。とやっぱやりたいのはあの消しゴム屋さん。何ですか。消しゴム屋さん。消しゴム屋さん、文房具屋さんじゃなくて消しゴム1点。消しゴム1点。え、あ、ちょっとあれじゃ、ちょっと言い方悪かったかもしれないです。あの、うん、水族館のお土産屋さんみたいな。いや、あの分解できるイルカの消しゴムみたいなことか。あのちっちゃい消しゴム瓶にいっぱい詰めるみたいな。うわ、あったわ。あとイルカのぬいぐるみとかね。それ水族館グッズ屋さんやん。水族館グッズ屋、動物園グッズでもいいですよ。ああ、いや全然良くないわ。全然やりたく、なんか忘れたけど、やりたいことないな一個も。なんか小さいのなんかないんすか。いや、あれちゃう、ネイル屋さんやりたいかも。ネイル屋さん、あ、いいっすね。ネイル屋さん、オリジナルネイルのデザインして。僕もしたい。おねえやん。いやー、やりたいなそれ。おねえ、あ、ごめん、ジェンダーレスやん。いいじゃないですか。ジェンダーレスやん、そんな。いいじゃないですか。ネイル屋さんやりたいな。あ、ごめん、間違えた。それ見た目男で心おんなよ。見た目心で、見た目男で心おんなよ。そうですか。そうですか。声男やな。声男やな。終わるか。終わりましょう。じゃあ皆さん、それは全然やりたいと思ってますよ。え、何ですか。ネイル屋さんは。ネイル屋さんは。じゃあ終わりますか。あと全然関係ない話ですか。ネイルの話していいですか。関係あるけど、まあ。そうなんですよ。なんかこの前ツイッター見てたら、うん、あの友達がまたスタバ行ったみたいな、うん、まあ、ペラペラのツイートしてたんですよ。うん、嬉しいな。ペラペラのツイートだなと思って、うん、写真、そのスタバって中身見えないじゃないですか。うん、カップあげてて、うん、でも写真上がってるから、これなんか写ってるなと思って見てたら爪写ってて。爪かわいいって思って、爪いいねみたいな、かわいいみたいな言ったら、サバとデザインしてよみたいな話になって、あ、任しときっつって、またあの無責任な受注を受注を無責任受注変な患者にみたいな無責任受注いや、それよくないね。無責任受注しちゃって、これ何年後になるんやろと思って。いや、もうやらんやろそれ。何年後にやったらいい方やろ。まだ無責任受注やっちゃいました。そうなんです、爪はね、あの木をかかってたんで。爪、あれ、爪もうなくなった。もうやってないです。足、はい、はい、足やってたよ。そうなんですよ、無責任受注ね。でもなんかお店の人がやってくれるから、うん、この今までこう僕が自分で爪を塗るときはやっぱこうあんま細かいデザインとかできなかったのが、機械の力でね、かっこいいデザインができるんじゃないかと思ったら、無責任受けをしちゃいましたわ。よくないね。準委任した。準委任じゃない、準委任、受け負い、受け負い、準委任じゃないな。困りましたわ。何がそのしょうもない最後の話。はい、この話はポッドキャストでも配信しております。 Google、 Apple、 Amazon、 Spotify、 お好きなプラットフォームで聞いてください。はい、ではありがとうございました。